ゆうずかわいい、はい、いきます。ワンワン里親コミュニティ、なんか久しぶり里親ボランティア活動はミッチーナのライフワークです。大滝には常に待機のワンコがやってきます。このコーナーはハッピーワンコと未来のパパママをつなぐ場所、素敵な出会いを応援しますよ。ここではミッチーナはかなえちゃんママ、ことびきちゃんはかなちゃんママ、ハッピーワンコママ代表銀河くんママ、はい、久しぶりだね。久しぶり、ね、いつもバタバタしてるから。そう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 、やっぱり1年の最後だもん、ねね、私のライフワークですから。そうね、どうでしたか。そう、いや、いろいろ思うことはあるよ、うん、本当にあの変わってきたところもあれば、うん、ね、改善されたこともあれば、うん、なかなか難しい問題もね、積み残したまんまのこともあるし、だけど1年前と比べればね、必ず確実に進歩しているうん、うんうん、も実感もしているのでね、うん、諦めないで続けていこうと思うところかな。うん、今日ね、私お話ししたかったことを、今ね、あやちゃんと、うん、あ、ごめんごめん、銀ちゃんママとほらちゃんママご存知かと思いますが、はい、我が家に久しぶりに保護マンコちゃんが来て、ね、昨日初めて会ったけど、こうちゃんね、こうたくんで、こうちゃんね、こうちゃんね、こうちゃんね、虹が太いと書いてこうたくん、太いと書いてね。なるほど。こうたくんはね、推定12歳って言われますね。まあ、健康状態は幸いにしてね、本当にあの、まあ、いい状態で保護できたんだけれども、やっぱり今まで の, そのどういう飼育環境で飼われていたかっていうことはちょっとわからないんだけど、あまり幸せな暮らしではなかっただろうということは言われていてね。とにかくすごく小さな世界の中で生きてきた子だから、何にも知らない、何にもわからない、だから見るもの聞くものすべて怖い。1週間だった、保護してからね。あ、もう1週間経つね。いや、1週間だ。あ、そうか。で、1週間経ってやっと落ち着いてきたんだけどね、1週間で落ち着くんだと思ってびっくりした。早いよね、ちゃんとあのミッチーナのことも認識してた。そう、ママだと思ってるよ、ね、なんかね、すごいお母さん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 って言ってましたけど、名前もお母ちゃんってことね、ふって言ってるの。そうなんだ。で、何が言いたいかっていうとね、あんな12歳になってもさ、そう、あんな可愛らしいこうたくんをなんであんなに年取ってから捨てなくちゃならないんだろうっていうね。ね、あの今まで、まあ、少なくともね、長い時間を一緒に家族として過ごしてきた子、わけでしょ、ね、なのになぜそんなことになったかって、多分こうたくんが一番戸惑ってる。そうだよね、と思うね。ただね、すごく前向きな顔をしていて、いたよ。そうだよね、あの、そうそう、昨日会ってあのびっくりしたのが、そのミッチーナーかなえちゃんママからお話をそうあの聞いてたのとだいぶ違って、そうだね、なんかもう 前を向いて、そう、いい表情もしてたし、まあ、ちょっとね、尻尾自分でかじっちゃってね、ちょっとかわいそうだけど、でもすごく昨日はあの場の雰囲気も楽しそうにしてた。みんなに触られて、そうそう、それもすごく楽しくしてたし、あとなんかそのあのなんだっけ、キウイとか、そう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 、初めて食べるようなね、おいしそうにね、歯がないからちょっと柔らかいのをあげようと思ったけど、なんかそれもすごくおいしそうにしてたし、あと加湿器の煙もね、煙もね、煙もね、ずっと見てたし、わざといっぱい出されたけどね、ボーッと出してすごい見てたし、なんかね、すごく、よかったと思って、まあ、それは1週間あのね、はい、ちゃんママのお家でね、1日1日すごくこう、まあ、回復というかね、犬ってすごいでしょ、12年間ほんとどういう暮らしをしてきたかわからないけど、それでもまだ私のこと信じようとしてくれるね、なんかだからもうね、ああいう子たちと一緒に接して、ね、暮らしていると本当にもうね、身につまされることも多いし、教えてもらうこともすごく多いしね、まあ、あの縁があって本当に幸せなことに彼は保護をされてね、12年間大変な思いをしたけれども、まあ、でも新しい生活がこれからは待ってるからさ、それは幸せなことよ。そう、あるのに来れば楽しいことあるし、美味しいことあるし、そう、友達できるし、
食欲ね、あってね、美味しい美味しいって、うん、でシニアになってからでないとこうお互いに共感し合えない幸せだったりとかさ、うん、たくさんあると思うのね、うん、で人間の社会もそうだけど犬の社会も犬の世界でもさ、うん、やっぱりそういうシニアとの暮らしの時間っていうのを楽しめるぐらい、うん、なんかやっぱりみんな本当に私たち飼い主さんがね、うん、もうちょっとやっぱりレベルアップもしないといけないしね、うん、なんか知ってほしいなと思うこともいっぱいあるしね、そうね、切ない思いを抱えつつ、なんか年の瀬を迎えることになりそうだね。ね。まあ、でも来年はそうしてね、本当に不幸な子が一頭でも減るように、そうだね、またこのツーランドでもたくさん発信もしていきたいと思うし、またインちゃんママにもコナちゃんママにもいっぱい助けてもらって、もちろん本当に頑張っていきたいと思うので、佐藤家コミュニティぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いします。ね、来年も頑張るよ。頑張る。はい。うん、頑張りましょう。はい。こうちゃんも頑張ろうね。こうちゃん頑張ろう。はい。はい。佐藤家コミュニティでした。はい。